24県駅は北海道札幌市西区24県にある札幌市営地下鉄東西線の駅である。駅番号は T04。地名、駅名である24県は1871年、カノトヒツジ村から24個がこの地に移り住んだことに由来する。相対式2面2線のホームで行き先別に改札が異なるが、ホーム下のホーム間連絡通路を経由し、 両ホームの行き来が可能。改札とホームを結ぶエレベーターもそれぞれ設置されている。かつてはエスカレーターが車椅子に対応しており、ホームにある遮断機はその名残である。出入り口は6カ所。3番出入り口がバス乗り場と連絡しており、4番出入り口に地上へのエレベーターがある。6番出入り口は24件駐車場に隣接する、ほか、日車両基地への通路がある。 札幌市交通局によると2019年度の1日平均乗車人員は6514人であった。東西線ではひばり川回帰に次いで利用者数が少ない。近年の1日平均乗車人員の推移は以下の通りである。古くから民家、公務員宿舎、公営住宅など住宅地のほか工場、倉庫、商店などが混在する地域である。近年は マンションブームに乗り、工場、倉庫などを閉鎖、売却しマンション建設が目立つ。1976年6月10日に、共用開始した24件バス発着場に発着。2019年12月の平日1日あたり、スクールバス等の飛行地便を除く発着便数は35便。2020年4月1日現在、札幌競馬場で、 競馬開催時や場外発売開催時は、札幌競馬場までの無料送迎バスが運行されている。このほか、北五条、手稲通沿いに、ことに営業所前停留所があり、札村線の JR 札幌駅方面、手稲区方面などが発着する。ありがとうございます。